はい、山寺です。今日はですね、三宮駅前の地下街ですわ。駅前の地下街、なんかビルの地下街なんですけども、ちょっと初めてなんですけども、なんかね、ジビエ料理が味わえる井上さんかな、井上さんっていうところでね、ジビエ料理食べてみたいと思います。山寺はね、ジビエ料理はあんまりね、食べたことないんですけども、今から、井上さんですね、井上さんでちょっとね、食べ飲みしたいと思います。撮影許可が下りるかどうかちょっと分かりませんけども、行ってみたいと思います。ここはあのね、ジビエ料理好きにはたまらんお店ですよ。ジビエ、うん、11月15日にね、解禁なんですよ、うん、ここに書いてるけどね、まあ、今回はちょっと特別なんですけども、あのね、ちょっと安くなってます、ね、量解禁、うん、私はね、解禁日ちょっと1日遅れてきてますけども、すごいですわ、うん、これからね、注文したもの、ね、シシ、串に串焼きの三種盛りとかね、もも肉、タン、ほほ肉、楽しみです、はい、皆さん、まずはですね、飲み物なんですけども、凍結レモンサワー、こっちがね495円、オイサワーができるんですよ、363円でね。とりあえずいただきます。これなんか薄いね、グラスで飲み口良さそう。お疲れ様です。すごいさっぱりしてうまいわこれ、うん、なんかレモンの苦みもうまみもギュッとこう入った感じで、ちょっと美味しいですよ。本当におすすめいたします、うん。こちら、地鶏と砂ずりコンフィの煮こごりですわ。これなんか綺麗ですね。すごい美しいですよね。いただきます。うん、あ、おいしい、うん、この地鶏のうまみと砂ずりの食感で、味付けが絶妙ですね。ちょっと塩味があって、噛めば噛むほどね、あの鶏のうまみが出てきて、お酒のあてに最高や、うん、あ、この組み合わせは美味しいわ。というかこのあてにぴったり合いますわ。ここね、料理が美味しいからすごくね、どんなもんが出てくるんやろうっていうね、今ちょっとワクワク感がありますね、うん。あんまりジビエ料理の店ってあんまり行ったことないんですけども、すごい楽しみやわ。なんかすごい出てますよ、うん、アナクマとかね、うん、タヌキとかさ、ヤマウズラ、ハクビシン、なんかすごい出てありますよ。テリーヌ、まあ注文しませんけどね、うん、うん、美味しいね。こちら、イノシシハムの、イノシシ生ハムのポテタマサラダオニオンドレッシングですわね。440円。これね、非常に女性が喜びそうなこのビジュアルね、なんかすごいよね。どうして食べるの？これこのままこう一気にいった方がいいのか、それともちょっとずついった方がいいのか。でもせっかくなんで、これこういうセットで食べた方が多分いいと思うんですよね、山寺的にはですよ。これ一口でいけるかみたいな感じなんですけど、ちょっとひっつけてね、ここまでね、ここまで一気にいきますよ。いただきます。いきますよ。あ、イノシシのお肉ね、ちょっと一瞬、何て言うの、独特の、香りがするんですよ。でもよ、食べたら、すっごい、何て言うんだろう、これ。
美味しいね。うん。あ、僕はあの、イノシシの生ハム初めて食べましたけどね。美味しいわ。で、ポテトサラダと、ね、卵と、イノシシ、一気に食べた方がいいわ。中でこう、ミックスして、美味しい味が広がるの、口の中に。うん。ちょっと、そしたら、イノシシのお肉だけ食べてみましょうか。お肉っていうか、これ生ハム、うん、それこれだけちょっといただきますわ。どんな感じか。あ、あ、一瞬ね、なんかこう香りがね、独特な香りするんやけど。いらっしゃいませ、2名様です。うまみだ。指名手配じゃないから大丈夫。やりますよ。これイノシシの串焼きやってあるんですか。そうです、ね、ああ、めっちゃいい香りしますね。そうですね、これがこの場合一番焼いてる時に匂いするかな。ねえ、いい香りしますわ。うん、他もやっぱりちょっと癖があったりする。ああ、食べやすいのもやっぱりイノシシが一番食べやすいですか。うん、食べやすいですね。僕はまあジビエ料理あんまり食べたことないんでね。あ、でもうち結構今あの初心者の方が食べれるように、はい、ほんまですか。あるんで食べやすいですね。そうですね、うん、他のも別にあのこういうちょっとね、高そうなお店みたいな感じでやってる感じじゃないから、はい、うん、慣れるとなんかうちのアルバイトとかは豚肉よりイノシシの方に慣れてしまって。あ、でこの方が体にもいいんちゃいますの。確かまああの変なものは入ってない。まあそうですね、ヘルシーなような気がするのよ。だからもうあのイノシシまかないとかでイノシシ食べてるから。ああ、豚肉焼いたの食べてもあんま美味しくないんですよとか言って。ああ、どんなんや。イノシシの串焼きの3種盛り合わせですわ。通常990円なんですけど、今回はあのね、量を解禁ということで。どうまでね、まあ、僕がちょっとアップする頃には終わってるかもしれませんけどね。これもも肉とタンとほほ肉っていうことなんですよね。3種類、まあ、一番美味しいかな、はい、この部位が。ありがとうございます。でこの手前にあるこれがあの手作りの柚子胡椒です ね。ちょっと辛めなんですかね。そうですね、うん、柚子は兵庫県のやつで、はい、黄色の唐辛子なんです、はい、珍しいね。京都のやつちょっとこだわってはるんですね。いや、あのね、別でね、うち薬味店で山椒胡椒ってあるんですよ、はい、それが緑なんで。あー、なるほどです。バッティングしちゃうんで、はい、であえてで柚子も黄色の方が僕は香りがいいと思うんで。あー、なるほどです、うん、でまあ、これちょっとつけて食べた方がいいんですかね。まあ好みで。好みでね、はい、そのまま食べてもらって、ね、はい、ちょっと辛いのを好きなら。あ、なるほど。じゃあ一回このまま食べていただきますわね。ちょっとこのまま食べてみたいと思います。美味しそうやで、これ見て、美味しそう。イノシシって意外と山寺の中では食べにくいんちゃうのと思ってんけども、美味しいわ。うん、あのなんていうの、香ばしいしね。これあの豚肉っぽい。うん、ちょっとこれどの部位かちょっと多分分かれへんけど、多分ももかな、ももかほほかなと思って勝手に持ってるだけよ。美味しいわ。うん、皆さんもね、ジビエ料理好きな方ぜひここ来てください。なんかいろんなジビエ料理が味わえます。次にこれ、あ、これ結構好きかも。なんていうの、ここに行くかな、なんかね、歯ごたえがある。タンかな、タン、タンやわ。いい感じの歯ごたえがありますわ。うん、あのこれもおすすめ。ちょっとね、自家製の
柚子胡椒、この黄色い柚子胡椒をちょっとねつけて食べてみますわ。これがどんな感じになるのかなと思いまして、ちょっと柚子胡椒をつけて箸でちょっといただきます。あ、皆さん柚子胡椒をつけたら美味しいわ。これまたさらに美味しくなる。うん、というかこの柚子の風味で食べやすくなりますわ。うん、これお酒進むね。これはやばいよ。こちらですね、押し豆腐の青唐辛子味噌漬け、めちゃくちゃ気になりました。でここについてるあの自家製やろな、これイオネのポテトチップス、ちょっとこれも気になるんやけど、とりあえずポテトチップスは後にして、押し豆腐の青唐辛子味噌漬け、ちょっと待って、この豆腐自体が味噌漬けになってるんやろうか。ちょっといただきます。あ、めっちゃ美味しい。これあの豆腐はね、なんていうの、味噌漬けの豆腐で、豆腐って大豆の味しかしませんけども、これはしっかり味噌の味がしてて、その上に乗ってるさらに味噌に青唐辛子、ダブルパンチでうまいわ。で辛くないんですよ。こちらですね、締めに注文したスパゲティの山椒ゼノベーゼソースあえですわ。これゼノベーゼソースあえですぜ。山寺がさ、こんなハイカラなもん食べるっちゅうのはちょっとあれやけど、まあ締めにね、ちょっと軽く一発食べたいなと思ったんで、ちょっと注文してみましたよ。これいただきます。うん、麺もパスタもアルデンテで、うん、うまい。うん、あと山椒のね香りが引き立って、すっごいねこの締めにふさわしいパスタっていうのかな。美味しいわ。うん、もうこれで一回締めますけど大満足。ここは何から何まで全て美味しいお店でした。うん、今ですね、井の目さんで食べ飲みしてきましたけど、ここもね、ジビエ料理がすごく美味しくて、山寺あんまりジビエ料理食べたことないんですけど、すごく食べやすかったですわ。本当に皆さんのジビエ料理好きな方、ぜひこちらのお店ね、井の目さんね、来てみてください。はい、いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録のもお願いいたします。帰ります。酔っ払いました。